やして、もう筋肉できるんで、そうですかね。ロボット作ったらって分かんないぐらい美味しい。外食産業は非常に厳しい状況に置かれていますが、こちらのロボットシステムを使うことによって作業が減るということでですね、厨房の中の人の密度も減りますし、そばというですね、調理物に対する接触も減るということで、コロナに対する対策にもなるかなと思っています。